さんこんにちは、しほです。今日は1月のお気に入りをやっていきたいと思います。2020年は毎月のお気に入りを定期で更新していたんですけども、2021年ちょっとどうしようかなと今考えて、とりあえず1月のお気に入りは撮っていこうと思いカメラを回しました。そんな感じで早速紹介していきます。それではスタート。はい、ということでまず一つ目がこちら、スリムウォークのスキニールームウェア、今ここにあるのはグレーの M サイズなんですけども、こちらはドラッグストア購入品、それから以前企業案件でも紹介したんですが、このおうち時間また増えてすっごく大活躍しています。今ねここにはグレーが手元にあるんですけども、ブラックも2つ持っています。で、あの家でトレーニングしたりとか、ちょっとランニング行って帰ってきて足がすごく最近むくむなと思っていたので、そういう時にこの美脚ケアできるこのスキニールームウェアめちゃくちゃいいなと思ってよく履いています。で、これはあのね、そのまま寝ることもできるので、これ履いて寝る時もあれば、まあ家で、あの私はパソコン作業だったりこうやって動画を撮っても座ったりしてることが多いので、本当にね足もう自分で意識して立ったり動いたりしないとどん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 むくんでっちゃうので、これを履いてケアするようにしています。でね、着圧感も程よくてすっごく気に入っています。冬場だとねこれだけだと寒いので、この上にちょっと緩めのなんかパンツとかも履いたりして、インナーとしても使ったりしています。じゃじゃん、こちらです。こちらのシルク保湿マスクです。でこれはね、何だったかな、とある一日の動画の中の最後の部分にこれをつけてるシーンを載せました。なんですが、これすっごく気持ちが良くて、あの動画で初めて紹介したんですけど、実はね結構前に買っていて、いつ買ったんだろう、7月に買ってます。なのでもう半年以上実は使っているんですけど、動画とかにはなんか出すシーンがなくて、で、あの夏場ももちろんエアコンかけて喉が冷えたり喉が痛くなるのが嫌だなと思って気になって買って使ってたんですけど、まあ冬の乾燥する季節にもすごく使えます。こういう感じですごい伸びる素材になっていて、このね耳がこう引っ掛けられるようになってるので、こうやって耳を引っ掛けてこんな感じでいつも寝てます。でも目のギリギリまでやって、私はここから首までこう保湿できるマスクなので、これを使って私は冬場、まあ一年中寝るようにしてます。今ちょうど洗いたてなので柔軟剤のいい香りがするんですけど、シルクマスク使ってますね。マスクすると寝苦しくないかなって思うと思うんですが、全然寝苦しくなくて、通気性もいいし柔らかいし、こう伸びもいいので耳の部分も全然痛くなくて、マスクをして寝ると大体私朝にはマスク取れちゃってることが多いんですけど、これはね取れずにあのしっかり包み込んで眠れるので、それもなんか好きなポイントだなと思っています。私はこのピンク色を頼んで使ってるんですけども、ピンク以外にもグレーとブラックがあるので、まあお好みで選んであげるのがいいかなと思います。こちらデュカートのキューティクルトリマーです。デュカートのグロケアコートという爪用美容液をめちゃくちゃ紹介していて、デュカートっていうあのブランドにはちょっと馴染みが出てきたかなと思うんですが、今私こんな感じでちょっとハゲちゃってるとこもあるんですけども、セルフネイルをしていて、今までねずっとジェルネイルのねサロンに通ってると、プラスでケアもつけてくれてたりしたんですけども、自分でやるようになってからケアを全然してなくて、甘皮とかも結構伸び伸びになってきてしまっていたんですよね。で、ドラッグストアでたまたまこれを見つけて購入しました。でね、これね結構小さいのでなくしやすくて、一個なくなっちゃったと思ってもう一個実はね買い足したんですよ。そしたら出てきたっていう感じで、今我が家にはこのキューティクルトリマーが2本あるんですけども、このキューティクルトリマーでこの甘皮をケアしています。で、簡単に甘皮がスルスルっと取れるので、私はお風呂上がりとかこう甘皮が柔らかくなっている時にこちらでケアをするようにしています。ネイル塗ってもあまり綺麗に見えないって方も、多分ね甘皮ケアしてあげるだけで爪の範囲も広がるし、ネイルもすごく綺麗に見えると思うのでおすすめしたいです。で、こんな簡単にねあのネイルの爪のケアができるものあるって知らなかったので、実名セルフネイルになっていろいろこう新しいいいアイテムに出会えたなと思っています。これはもう本当にないと無理。続いてはこちら、石器水の酵素洗顔パウダー
とこちらのファンケルのディープクリア洗顔パウダーです。まあ、こちらも、石器水も、まあ、どちらともなんですけども、酵素洗顔パウダーが私の今月のお気に入りです。で、今月から使い始めたわけではなく、肌荒れをした時期から、洗顔はやっぱり汚れを溜めちゃいけないし、しっかり毛穴の奥までしっかり泡で洗顔しなきゃいけないなっていうのを改めて痛感して、そこから、毎日ではないんですけども週の半分ぐらいは洗顔パウダーを使って洗顔をするようになりました。で、皮膚科に行った時にクリームをね、いただいて、今私はニキビがあまりできないような肌作りをしているんですけども、毛穴に汚れがたまらないようにしてあげることもすごく大事だけど、洗いすぎも皮脂の過剰な分泌を促してしまうので程よくケアしてあげてくださいっていうのは言われたんですけど、その中でやっぱりこう、同じ洗顔するでもしっかり汚れの取れるこういう酵素洗顔パウダーを使うようになって、私も今がすごく肌が落ち着いてきていて、まあ、若干ね、生理前もあってかプツッとした部分もあるんですけども、すっごく大きなドーンとしたニキビはもう全然最近はできなくなりました。もちろんね、波はあるし、今もちゃんとこう定期的に皮膚科には通ってるんですが、やっぱり家でのケアプラスこの病院でのケアでだいぶ肌が変わってきたなと感じています。で、このね、2つの洗顔パウダーの違いなんですけど、まあ、価格も違うですが、このね、石器水の方が10個入って500円なので、すごく安いし、手が出しやすいし、セブンイレブンで買えるので、すごくいいんですけど、こちらはどちらかというと、泡のキメが細かくて、すごく優しい触り心地の泡ができるなっていう感じがします。なので、私が使っている洗顔にこれをちょっと足して使う時もあったりします。で、こっちのファンケルのディープクリア洗顔パウダーの方は、どっちかっていうと、濃密な泡ができるイメージなので、結構もちもちっとした泡ができて、それでこうしっかり顔を洗っています。すごい泡で洗ってるっていう感覚はこっちの方が得られるかもしれない。こちらはね、すごいキメが細かくて優しいので、いやでもどっちも難しい、どっちも好きなんですよね。ちょっと触り心地も泡の立ち方もそれぞれ違うので、まあ、安さで言ったらこっちなんですけども、好きなのでどちらも使い分けて私は使っています。で、こういう小さいパウチのものは旅行とかにもね、持ち運びできるので、まあ、今はなかなか出れられないんですけども、旅行の時とかにスッとポーチの中に入れておけますし、洗顔の大切さを思い知ったものです。おうち時間中にいろいろ取り寄せて、おつまみ動画とか普通にご飯の動画、それからオイシックスさんとの動画とかでいろいろ紹介させてもらってるんですけども、まだ紹介していないすごくお気に入りの食材があるので、そちらも紹介していきたいなと思います。まず一つ目がソノマクリマリパルゼザンクリスプです。こちらは年始にアウトレットにちょっと行ったんですけども、その時にアウトレットで見つけて買ったもので、美味しかったので楽天で探してリピ買いしました。で、ちょっと価格が高いんですけども、めちゃくちゃ美味しいです。で、パルメザンチーズをギュッとしたようなクリスプで、ちょっとチーズであるのでカロリーは高めなので、あんまり食べ過ぎないようには気をつけてるんですけども、食感といい、チーズの濃厚さといい、すごくすごく美味しいです。クリスプみたいになってて、でもこれはビールというよりワインとかそういうのを飲むときにいいなと思って食べてます。で、それからこちら、以前のなんかの動画でもちょっと紹介したんですけども、楽天で購入したもやしレモンです。何袋か入って1000円だったんですけども、これがね、本当に美味しかったです。もうあっという間になくなっちゃって、先週買ったのにもう今週にはないということで、1週間でかなりの量食べちゃったんですけど、めちゃくちゃ美味しかったので、またリピートして買おうと思います。すごくさっぱりしていて、そのままタッパーに入れて常備菜としてもいいですし、サラダとかと合わせたりスープに入れたりしてもいいみたいなので、1個ね、持ってるだけでいろいろアレンジが効くし、とっても美味しかったです。何より味が美味しかった。で、もやしも好きだしレモンも好きなので最高だったので、また買ってみたいなと思っています。それからじゃじゃん、こちら業務スーパーで購入したジャンツォンジャンです。これはね、私の料理動画では何回も出てますね。本当に本当に美味しい。で、これがおろし生姜にネギが香る万能調味料です。料理のアクセントには要中問わずご使用いただけます。で、つけだれにプラスしたりとか、炒め物とか和え物、あとは私は結構スープとかにアクセントで入れたりするんですけども、何でも使える
和風のスープにも使えるし、中華スープにも使えるし、洋風のスープにも使えるので、本当にねこれはおすすめです。で、中は結構こうドロッとした、もう私も結構なくなっちゃってるんですけども、生姜とネギが結構効いているので、生姜ネギ苦手な方は多分無理かもしれない。でもそれが好きな方は絶対大好きな味です。で、このねボトルのシリーズが業務スーパーにこの間見た時何個か並んでたので、また違うものも買ってみたいなと思いますし、またこれを使ったアレンジもね、私もたくさん皆さんにシェアできたらいいなと思っています。そんな感じで食材は以上となります。そして最後、最近購入したもので、まだこう実際に使えてるとは言えないんですけども、ちょっとおすすめしたいものがあるので紹介します。それが、まあ、ここにちょっと私が持っているヴィトンのバッグ3つを持ってきたんですけども、こちらのバッグの中に入れるバックインバッグです。楽天のお店で見つけたんですけども、これはいいなと思って買ったものです。私が持ってるアルマ PM のサイズに入るバックインバッグが、じゃじゃーん、こんな感じのフェルトのバックインバッグを購入しました。で、これしっかりそのルイ・ヴィトンとかいろんなこうブランドのバッグのバックインバッグに使えるサイズがいろいろ販売されていて、ちょうどあったので、私はこの赤色のバックインバッグをこんな感じで入れています。で、まだこのバックインバッグを入れてからカバンを使ってはいないんですけども、今までこのヴィトンのバッグ、他のもそうなんですけど、ポケットが全然なくて、自分でこうポーチをめちゃくちゃたくさんこういろんなの使ってこの中に詰めていたし、結構倒れやすかったりしたので、これはめちゃくちゃありがたいなと思ったし、めっちゃ使えるなと思っています。よく私も使っているこちらのスピーディー、こちらのスピーディー25にもこんな感じでバックインバッグを入れることができました。で、これもこういうベージュのカラーのバックインバッグを入れました。で、これボタンになってるので、こういらない部分の仕切りとかをこうやって外すことができます。私かなりポケットもあるし、結構しっかりしたフェルトなので長く使えそうだなと思ってます。こちらのアルマ BB、 こちらもじゃじゃーん、こんな感じで中にフェルトの仕切りを入れてます。こんな感じのフェルトが入ってます。ちょっと今防虫剤入れてるんですけども、こんな感じでカバンの中を仕切れるバックインバッグをゲットしました。いろいろ見てたら出てきて、あ、これ今までで一番良さそうと思って買ってみましたし、サイズもぴったりだったので良かったです。もしもねヴィトンのカバンを使っている方の参考になればいいなと思って、はい、紹介しました。はい、ということで、ちょっと食材だったりお家のボディケアとかがメインになってする来たんですけども、少しでも参考になったら嬉しいです。下の概要欄にあのリンク貼れるものを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、今日も見ていただきありがとうございました。それではバイバーイ。